まちゃん、こんにちは。こんにちは、今日はですね、クラブ4本のマッチプレー対決をやっていきたいと思います。そうですね、はい、4本限定で。まっちゃんはドライバーと7番と58とパターです。パターで、はい、で僕はドライバーと8番と52とパターで、はい、なんかワコさんのがいいな。まあちょっとね、あいにくの天気で、あいにくの天気なんで、まあ、パパッとこうゴルフして、はい、まあ早く勝負つけたいなということで、まあ前回ね、はい、第35回マッチプレー対決は、はい、まあ、僕が負けてるんで、そうですね、まあ、リベンジしたいということで、今日第45回でしたっけ。第45回ですね。いや、わかんないですけど、まあちょっとやっていきたいなと、はい、で、まあクラブ4本なんでね、はい、まあ、前回よりより少ない本数なんで、で雨も降ってて結構荒れますね。まあ、いい勝負になるんじゃないかなと思うんで、はい、ちょっと今日はやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ今日もね、はい、太平洋クラブ成田コース、はい、アウトコースということで、はい、順番決めていきたいと思います。いきます。お願いします。そういうことじゃないですね。そういうことじゃないですね。ガチ勝負なんで。ガチ勝負ですよね。ガチ勝負ですよ。お願いしますよ。欲しがってるかなと思いまして。欲しがってんな。じゃあ、すごい滑ってると思いますよ。あのグリーンフォークの。グリーンフォークでね。はい。お願いします。とんがった方が。はい。あ、マコさんで。僕から。はい。わかりました。じゃあお願いします。はい。あまりにも雨が強くなってきたら、はい、ちょっと中止になる可能性あるんで、途中でね、終わったりするかもしれないですけど。はい。でもまあ天気は怪しいですよ。天気怪しいよね。怪しいです。ちょっと後ろから、ティーよりちょっと後ろからいきたいと思います。はい。まずちょっと歌素振りから始めないといけないよね、俺らね。僕たち何にもしてないですからね。何にもしてない。まあでも昨日ゴルフしてますから。お願いします。お願いします。左、サソリか、ちょっと小サソリ、左の修理地飛んできましたね。そうですね、はい、これさすがにやっぱ当たんなかったね。これ僕たち今カツさしてるじゃないですか。はい、問題があります。何、アップにできないっていう。アップにできないですね。間違いない。アップにできないですよ。アップにできないね。小サソリですよ。よく木当たんなかったですね。あ、まあ、木より右からこうね、行きました。うん、フックしていった感じなんで。よーし、風は右からか。あ、風右からっすね。じゃあここでワープしよう。お願いします。お願いします。はあ、完璧だ。ありがとうございます。どうした。よし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 、いい感じですね。いやいや、もう素振りも何もしてないんですけどね。素振りしてましたね。セカンド地点まで行きます。はいはい、セカンド地点到着です。大トラブルです。大トラブル。修理地まで曲がっててくれればよかったんだけど。これ厳しいね。ここからだ、ちょうどこの切ってる枕木の左側を通ると多分グリーン方向で、はい、ちょっと僕上まで行こうとはちょっと思えないですね。いや、これもうまず今平均的に150ぐらいですもんね。はい、でも上がんないっすよね。8万円ですか。手前もっこりなってるんで。手前もっこり。これやばいね。一応8番で、はい、打ってアプローチできればなとは思いますけど。わかりました。いきます。え、これ最高じゃないですか。乗ったまであるっすよ。ワンピース。マジ？ワンピース。先輩なのにマジとか言っちゃった。させてんな。タメ口通り越してるよお前。マジっすか、すごいですねじゃなくて、マジ。いや今すごかったね。いや、やばいっすね。ワンピンに乗ったよ。ちょっとじゃあこっち、はい、抹茶来てもらって、抹茶のとこまで行こうか。そうですね。いや、半端じゃない。あ、ありがとうございます。うん、ワンピー乗ってんのよ。マジっすか。ワンピー左。
左に乗ったんですか。左に乗ってる。本当だ。どんな距離感してるんですか。150の、まあ、来たことある人はね、はい、こう場所がなんとなく分かると思うんですけど、そこですから、この木の向こうから。マジっすか。距離はピンまで145ぐらいですか。145ぐらいですね。7番しかないんで、はい、7番ちょっと抑えてお願いします。いきたいと思います。あれはちょっとアップできないですけど。そうですね、はい。いや、やばい。逆に左のバンカーあれ逆転した。やばいな、これは。やばいっすね、これ。ちょっと油断してたもんね。勝ってると思ってましたよ。そうだよね。ということなんで、はい、グリーンの近くまで行きたいと思います。はい、はい、ではまっちゃんのねバンカーに入ったのは左のバンカー入っちゃったんで。あれ、これはワッホーさんじゃなくて僕はあっちじゃなかったっけ。どうぞここなんで。おかしい、セカンド状況だと。間違いない。いや、なんすか、ワンピンですよ。そうですね、ゴルフって分かんないよね。しかもこっからめっちゃ難しいですけど。え、エッジ先に落としてちょっとボール沈んでるんですよね。よし、じゃあ行きます。お願いします。まあ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 じゃないですか。ありがとうございます。うん、一応油断ならない距離ではありますけど、はい、まあまあ先に僕が入れますから。そんな展開ですか。なんでも、うん、まあこういう感じですね。ちょっと雨がやんできました。ワンピンのスライスライン、ちょっとまっちゃんにカメラをお願いします。はい、まあよし、はい、こんくらいの雨だったらいいですね。いや、もうこれはもう降ってないですよ。降ってない、一緒だね。はい、マークしなくていいですから。余裕が。いや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 、いや、ワッホさんでもいいラインですね。いいラインだね。あそこからそこに落ちるんですね。そしてなんか戻ってよくボール上がったよね。意外と8番上がるんですね。8番でそのこうアイライだからさ、はい、フック回転で上げるんじゃなくてちょっと開いてね、フェース開いたまま打ったんだよね。あ、開いてもいつも通り打ったんですか。開いていく感じで打ったの。あ、開いていく感じで打ったんですか。うん、そんな感じに見えなかったですけどね。まあ傾斜がねどうしてもこうこんなんだからさ、はい、こうやって返すとさなんかロフトが立って当たるんじゃないかなと思って開いた感じで、イメージ的にはね。そうなんですね、まあ、イメージだからね、そういうのは。分かんないもんですね。分かんないもんだよね。あれ、グリーン速そうだね。 8.5 フィートっす。あ、まあまあっすね。やばいまさかのバーディー。すごいガッツポーズ。まずワンプナイスバーディー。これはもう何も言えないです。何も言えないね。じゃあワンプということで、はい、じゃあ2番ホールいきましょうか。わかりました。はい、2番ホール到着です。ね、劇的なバーディーでワンプということで、なんか僕にとってあんまいい流れではないですね。そうですね、まあ、ここは2番ホールショートホールなんですけど、はい、まあ、200ヤード打ち下ろしで190ぐらいなんですが、はい、まあ、案の定やっぱり僕らはねクラブを持ってないんで、はい、ドライバーで8番でしばかないですか。8番でしばいたら多分60ヤード手間落ちるんで今日の風だと。はい、なんでドライバーで打ってどこに、だからなるべくだ右手前がいいよね本当はね。そうですね。でアプローチで寄せてパーを取っていきたいっていう。そういうマネージメントにはなりますよね。あとは190ヤード打てるかどうかですよ。だからドライブロフトないからさ、はい、こんななる可能性もあるじゃん。ありますよ。あるよね。でちょっと行きたいと思います。はい、さすがに強烈じゃないですか。
まあまあキャリーは良かったですよ。キャリー190だったね。はい、ライナーで190 アップできないのが悲しい。でもあれでさ、はい、軽く打ったらさ、はい、本当はその谷に落ちていきそうなさするじゃないですか。そうですか。結構左足下がりですねここ。そうなんですよ。球上げれないじゃないですか。そうですね。カットに打つんですかこれ。まあ多少カットですよね。チョンですよチョン。バンカーを入れちゃいけないですよ。バンカー駆け上がるかなドライバーだと。いや無理だと思いますよ。無理ですかね。だからまあピンに打ち出してスライスなんですけど、はい、僕はもっとスイングをこうゆっくりですか、全体的なスピードを落として、そして36ぐらいで。そうですね、はい、お願いします。よし、あとはスピンが入ることを祈る。入らないんだって。だからうわ左のバンカーか。最悪だ。あれ最悪なんですよ。くそー、打ち出しを左に出してしまった。そうだね、しょうがないっす。しょうがないっすね。グリーン周りまで行きましょうか。はいはい、ではまっちゃんのね、はい、バンカーショットここから撮っていきたいと思いますけど、和穂さん奥っすもんね。僕奥です。奥と手前どっちが優しいのか分かんないですけど、まあでもやっぱりこのバンカーはさ、ピンの根元が見えないから。あーまあ確かにそうですね、難しいっすよ ね、 ちょっとね、できればこれ52で打ちたいぐらいのちょっと距離あるよね。はい、よし、まずパーを取れる位置まで持っていこう。はい、ちょっと弱いわ。ちょっと弱かった。ちょっと厳しいですねパーがね。難しいぞ。あれ今回はちょっと決着早くつくかもしんないな。雨だから5番ホールで終わるかもしんないですよまっちゃん。早く決着ついたらパート3までねえぞみたいな。あれパート2で終わりかっつって。じゃあこのままチャコルお願いします。はい、まあまっちゃんのはだいたい 4m そうですねぐらいだね。僕のがもうグリーンキャリーしてちょっとグリーンを傷つけてるんで、はい、ちょっと直してからねしたいと思います。だいぶごっついのがついてますね。ここにキャリーなんで、まあ、こういう直し方はね前やったと思うんですけど、逆からこうトントンある程度叩いてもらえれば、そうですね、だいぶ直るんで、そこで綺麗にある程度してから最後仕上げで寄せると、うん、そうそうやってもらうと、まあまあこうしとけば、そうですね、うん、なるんじゃないかなと思います。いや、だいぶ奥なんで、まあ、ワンピン以外によればね、まあ僕、オーバーしても僕のボール手前だったら結構奥いってるな。このラフを突き進んできたのか。あ、結構なラフですね。結構なラフだね。まだここのラフは買ってないんですよ。52だ、俺今日。今忘れて言ってたら転がるんだ、転がる。グリップの色では来てるからね、今。そういうことか。どうよ。あ、強い。当たれ。まっちゃんに行っちゃった。やばいやばい。まっちゃんに行っちゃったよ。うわね。まあそこからスリーパットないから入れたらワンチャンあるな俺が。いやーこんなに転がるか。いやいやいや。あんだけ52って言っといて。でそれ。58だったんじゃないですかみたいな。面白いな、なんでこんな面白いの対決って。今でももう来たラインバッチリなんで。あ、もしかしてボールの跡ついてます。肩ついてますね。ちょっとボールの向き変えよう。そうか、うん、雨こう降ると通ってきたボールの跡があるから。そう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 。あれなんかいい感じの跡ですね。いや、抹茶に遠くなるとは思ってなかったよ。僕もです。OK です、ありがとう。ほぼほぼまっすぐでしたね。いや結構スライスしたんじゃないですか。あ、本当ですか。うん、
まあ、うん、まあそうだね。はい、まあ、和穂さんボギーということですね。ボギーですね。はい。じゃあちょっと待ってね。大丈夫です。じゃあボールをきれいに拭いて、ちゃんとね。入れれば、このホール抹茶の勝ちで。まあもう、マッチイーブになりますから。絶対ショートはしないように。そうですね。もったいないですもんね、ショートしたら。もったいない。まあでもオーバーしすぎても。OK じゃないですよ。そうか、でも、ほとんどまっすぐ。はい。しっかり打てば入る。だー、うーん、OK です。ありがとうございます。このホールは分けと。さあ、パー取ったら勝てるのに、パーが遠い、ね、まあパー遠かったですね。まあちょっとやっぱりドライバー難しいね。難しいですね。まあでもすごくいい練習になりますね。まあまあね、はい、普段行かないとこからのアプローチにもなるしね。まあ試合だと行くじゃないですか。たまに行くよね。こんな感じで、はい、次は3番ホールに向かいます。はい、3番ホール到着です。375なんで、はい、ちょっとアゲンストなのかな、右からね。そうですね。だからできれば52で打てるところまで飛ばしたい。そうか、和穂さん52か、うん、僕は58なんで、うん、58まで行くのは結構厳しいじゃないですか。そうだね。なんか不利だな今日は。いやいやいや、そんなことないでしょ。すごいチャンスだったじゃん、どちらかって言ったら。間違いない。いきます。はい、真ん中のラフで左来て、うん、ああ52でいけるかもしれないですね。ナイスショットです。前キックしたんで。前キックしたな。前キックしたよね。はい。ではまっちゃんの、まっちゃんは逆にさ7番円だから。そうなんですよ、もう強振いらないんですよ。ちょん1650とか残せば本当は。そうなんですよ、振りやすいんだよね。まあ、ピンチが分かんないのが唯一の。120とかだと一番中途半端ってことか。そうです、だからちょっともうちょっとティー低くして、まんぶり。これでコスター当たりで150とかだったら、180残ったら終わり。180はいかなんて残んないですよ。200だからね。確かに。お願いしますよ。よし、じゃあ7番で打てる感じで。お願いします。はい、いいんじゃないですか。おー、最高です。いい球ですね。ありがとうございます。最近板についてきたね、その球がね。いやもう、あのこの間試合一緒に和穂さんと行った時に、うん、結構狭いホールがあって、あったよね、まあ、これ打っとけばみたいな。でもそれ打ちすぎてさ、キャリーがさ、その日、まあ、また雨だったじゃないですか。結構雨だったじゃん。だから僕がスプーンで高いと思ったら、スプーンの僕に30ヤード置いてかれたあるホールで、あの16番。16番。ちょっとね、まあ、その辺はでももう割り切ってね。いやもうだって仕方ない。でもスプーンでしっかり振るのも嫌だったんですよ、うん、左が OB だったからね。そうなんですよ。だからもうだってもうドライバーで、うん、まあ、あれ打っといて、うん、もうフェアウェイというか、もう幅に打てれば。そうだよね、はい、いいなと思ってね。はい、そしたら30ヤードも置いてかれると思わず。残り180だったもんね。180から難しかったんですよ、またでも。そうだね、乗ったとこ一緒でしたけど。乗ったとこ一緒。僕も150でしたけど。乗ったとこ一緒でしたけど。難しいですね。まあ、でもいい、本当にいい球を打てるようになったんで。ありがとうございます、うん、ナイスだと思います、はい、じゃあセカンド地点に向かいます。はい、セカンド地点来ましたが、はい、まっちゃんは一番中途半端な距離に残りました。135。飛ばしすぎました。いやいやいや、飛ばなすぎたんでしょ。えまんぶりじゃなかったろ。いやいや、結構抑えましたよ。結構抑えた、まあ、結構右からアディエンスト来てるから。そうですね、135でも7番でね。7番なんですよ。うん、どう打ったら。まあでもピンがちょっと奥目なんで、奥目左目はもうこれセンター狙って。そうですよね、まっすぐ打てばこう傾斜で寄っていくみたいな。だから気持ち的にはちょっと120ぐらいを打つイメージで、はい、あとは転がっていってくれたらいいなっていう。そうですね、はい、手前花道何もないですし。そうですね、そのイメージちょっといきたいと思います。お願いします。いやー、球低いな、やっぱり。止まって、おっと、もっと。
おお、よかったよかった、めっちゃいいじゃないですか。ナレさん思ったより止まりましたね。どう思ってるか知らないけど、いや、またカン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 っていくのかと思ったんですよ。あ、そうだったんですか。はい、アゲンストだったから結構スピンも入ったんですね。いや、計算通りだ。いや、でもこう、はい、対決をさ、はい、まあ、ここ2回ぐらい、はい、まあ、やりましたけど、やってますけど、はい、なかなか面白いですよね。やっぱり、うん、なんだろう、普通にラウンドしてるよりは緊張感ありますよ。そうだね、一打一打にちょっ と、ちょっといやでもこのちょっとが大事じゃないですか。ちょっとがね、はい、だってめちゃくちゃ緊張したりするのはもう試合で。そうだね、はい、十分経験するんで。いやー、これはこれ何ヤードですか。110ぐらいか。52でちょうどいいじゃないですか。50でもアゲンストだから。おお、だからこれ段の一応手前じゃないですか、ピンが。うん、段の上に落として。いや、だから無理でしょ。ギュル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 、あんまり上げない方がいいよね。低い球っすね。でもシャンク出ちゃうからね、そう打つと。たまにやる俺の。シャンクはあの右の林に突っ込んでいくな。52で、はい、右から。いやー、これ飛んじゃった。え、そんなことないんですか。奥の段っす。あ、グリーン越えてったんですか。いや、グリーンの奥の段だから。やっぱちょっと水分含んでるから。あ、低スピンになってんすね。低スピンになって飛んじゃった。おー、なんかやっぱり雨降るといろいろありますね。いろいろありますね、事件がありますね。飛ばない、まあそうだね、まあ、ちゃんとした距離も測ってないからなんとも言えないけど、まあでも思ったよりは打てたんですけどね。もう完璧かなと思いましたけど。いい球だったんすよね。はい、まあ、じゃあグリーンまで行きますか。わかりました。はい、まっちゃんの手前ね。はい、ここでで反対側に僕があります。まっちゃんそこ落ちたんだ。ここ落ちました。もうちょっと転がってくれたらな。まあいいとこですよ、上りの。そうなんですよ。ここはそんなにフックもしないんじゃないですか。はい、ね、存じております。ここは担当グリーンじゃないんだ。今日朝借りました。あ、朝担当グリーン。僕が買ったんですよ。押してるグリーンですね。ここの押し、ここの押し、これはまああんまフックしないですね。最初はちょっとね、足場も。そうなんですよね、うん、もうほとんど多分まっすぐ狙ってっていいぐらいな。はい、お願いします。いやー、ちょっと左だった。お先に行きます。どうぞ。ちょっと手前の傾斜を気にしちゃったな。ナイスパー、ありがとうございます。まあしょうがないですね、今のはね。しょうがないですね。はい、じゃあ私はこのグリーンに、このグリーン担当グリーンだったのにね。担当グリーンだったけど担当変えようと思います、ホールを。もうちょっと戻ってくれたらよかったんだよね。やっぱ低スピンになってるから。いや、でもあと1ヤード手前だったらもうちょっと、まあ、こっちに戻ってるかな。ああ、そうか。うん、まあでもでもでも、まあ、これぐらいはガツンと来るんじゃないですか。いやいや、来ないでしょ。グリーン綺麗ですね。これあんまないとこだから難しいですね。ね、ここだな、ここだ。おお、危ねえ危ねえ危ねえ。いやー、今入ったと思った。危ねえ。 OK です、ありがとう。ってことは3ホール終わってワッホさんのワープ、ワープ、まあ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 、まあまあまあ、出だしの3ホールはまだ、そうっすね、わかんないですからね。わかんないですから、はい、まあ、あと6ホールで、はい、土砂降りにならないことを祈って。そうですね、やりたいと思います。まあ、今回もね、見ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。パート2も待っててください。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。